自分のアピールポイントは結構肩が周りに比べると、まあ、強い方だと思うんで、まあ、セカンドを送球っていうのが、まあ、一番の自分のアピールポイントかなと思います。守備と走塁っていうのは、まあ、波がないっていうか、まあ、バッティングは波があって、まあ、打てない時は打てないと思うんですけど、まあ、守備だったり走塁は、まあ、波がなくて、まあ、しっかり自分が集中してやっていれば、まあ、絶対できることだと思うんで、まあ、そこは、まあ、これからも頑張っていきたいと思うんですけど、バッティングの方では最近、まあ、調子が良くなくて、まあ、3番打たせてもらって、まあ、チームの役に全然立ててないんで、まあ、そこは、まあ、これからもっと自分が練習していって役に立てればいいかなと思ってます。まあ、ソフトバンクの甲斐選手を目標にしています。まあ、肩もとても強いですし、取ってからのスピードであったり、まあ、正確性で、まあ、タッチのしやすいところに全部ボールがいってると思うんで、まあ、そういうところは、まあ、しっかりマネできるようにこれからも練習やっていければいいかなと思ってます。まあ、プレーで引っ張っていきたいんですけど、まあ、まだ全然、まあ、そういう部分では引っ張っていってないと思うんで、もっと練習して引っ張っていって甲子園優勝できればいいかなと思います。まあ、走攻守全てにおいて能力の高い選手であるという、精神的な部分もあとは、まあ、プレーヤーとして技術的な部分も含めて、まあ、彼が中心になって引っ張っていってほしいなという思いはあります。ですね、今まで見てきた中でも肩の強さに関してはトップだと思います。まあ、もともとショートを守ってた子ですので、まあ、フットワークだとか、あとはブロッキングだとか、そういう動きの面では本当に器用にこなしてくれる選手ですね。まあ、あとはキャッチャーらしさというか、その落ち着きがどれだけ備わってくるかということで、まだまだキャッチャーとしての後ろがあると思います。元気出してこうチームを声で引っ張るっていうタイプではなく、彼の場合は、まあ、プレーですね、もうアグレッシブなプレーの中でこう背中で引っ張るタイプだと思ってますので、まあ、どんどん積極的なプレーと、あとはプレーの中での結果にこだわってですね、背中でチームを引っ張ってほしいなというふうに思います。